はい、やっとポイントに到着しましたね。この、逗子マリーナのボアテのすぐ前ですね。こうやって海底が真っ白です。ここは砂地です。キスは砂地に生息しています。ここで今ダイとぶん投げてますが、まだこう当たりませんね。この正面にあるのが富士山ですね。それからあそこにずっと日向村岬がありますが、交通はポツポツですね。だからあまし、まだ車出てませんね。今日は連休の、子供の日、この5日ですから、一番人の出る日ですね。あそこで遊漁船が、出船してますね。おい、引きすくんよ、遊びに来いよ、遊びに来なさいよ。キスは減ってるからな。大空に竿一本だな。 青空だ、素晴らしい青空だ。よし、まあこれでゆっくり釣れなくてもよし、釣れればなよしで、やりましょう。太陽に背中を、向けてないとね、一発で焼けしちゃうからね。お、引いたのかな。お、引いてるね。引いてる。お、引く、すごい。すごい引いてるじゃん。おっしゃ。あ、そう。合わせましたぜ。よし。来てる。あ、来ましたわ。おい、くん。なんじゃいな、お前さんかいな。なんじゃくと思えば、今日は、天気がいいんです。姿がバッチリ見ますね。お前さんはオハグロベラじゃなくてベラ君だな。大きな口開けて、茶色の黄金色の体をして、こいつが最近増えたんだよね。竹の葉ベラとも違う南国ベラ君だな、お前は。おいおい、遊びに来たんかい。お、気持ちいいね。お、綺麗だね。この魚を釣るんではなくて観察するだけでよろしい。